わかめちゃんでございます。はい、ミネラル洗っていきます。茎の周りをですね、取っていきますね。今日はね、2つの調理方法、お好みでごま入れていきます。この見てください、鮮やかな色の変化、もうすごい柔らかいですよ、春なんで。前田です。アンの松本です。いつもありがとうございます。はい、まあ、やっぱり、ね、春がどんどん近づいてるということで、まあ、今日も春の食材いきたいと思います。はい、今日はこちらです。はい、わかりますよこれ。はい、わかめちゃんでございます。はい、これはスーパーにも最近出回りますので、今日このわかめのさばき方と、あとわかめのですね、ほんとシンプルで美味しい食べ方をですね、皆さんにお伝えしていきたいと思います。よろしくお願いします。おう、はい、それではこれから美味しくなるわかめですね。で、結構あるんですけど、ちょ、まず掃除してきますね。こんな大きいんですよ。これまずですね、やる前に大切なのは洗うことです。はい、しっかり水で洗っていきましょう。もともとこれ綺麗だったんですけど、たまにこう網がねついてたりしてるんで、はい、水でまず洗っていきます。はい、では洗いましたわかめを掃除していきます。わかめ結構でかくてですね、ひるむんですけど、ひるまずご家庭のですね、まな板のサイズの長さに切ってください。今大体3等分ぐらいしていくわけですね。広げていただくと分かるんですけど、茎があるんですね、真ん中に。はい、茎の周りをですねこうやって取っていきますね。はい、で茎は茎でまた作り、あとで調理していきますので。はい、そしたら大体一口大に切っていくわけです。はい、自分の食べたいサイズにこう切っていくわけですね。これちょっと今日はね、しゃぶしゃぶして食べたいなと思うので、ちょっと大きめに切っていきましょうか。で、長い部分もあるんで、このカットして、好みの大きさに切っていくと。もうこの作業ですね、ほんと簡単で、しかも生のわかめ美味しいんですよ。やっぱ乾燥わかめももちろん美味しいんですけどね、あんまりね、こういうここでやるときに、ね、あんまり深く考えない方がいいですよ。簡単にサクサクっといきましょう。わかめにサクサクっと、まな板の大きさにカットします。はい、で茎を外していきます。この下にですね、はい、この下にメカブがついてるんですね、こう螺旋状の。メカブも美味しいので、ちょっとねこれ次回というか、またメカブ仕入れて、メカブのね、美味しい食べ方もね、ちょっと皆さんにお伝えしていきたいと思います。メカブうまいんだよな。はい、それではこれが茎、はい、これわかめですね。わかめと茎わかめ、区別してきましたら、今日はね2つの調理方法、簡単な調理方法をお伝えしていきたいと思います。はい、では今日はですね、いろんな食べ方があると思うんですけど、今日茎わかめはですね、お酒のお供にぴったりだと思うんで、きんぴらにしていきましょう。はい、ではまずこれを刻んでいきましょう。無駄にしないっていうのがね、いいですよね。あんまり細かく切らないのがねポイントです。ちょっと食感があった方がこうきんぴらはね美味しいので、で太いとこは斜めにいきましょう。茎わかめのですねきんぴらを作っていきましょう。このね、ささっといきますので、もう簡単ですか。フライパンを熱します。ちゃちゃっといきますんでですね、はい、で次にごま油をひいていきます。はい、はい、ではごま油の香りが出てきましたら、はい、わかめを入れていきます。いや切れないの一瞬で切れるからね。はい、これ大体 200g ぐらいの茎わかめでやってます。はい、でこちらが一回サッと火が入りましたら、もうどんどん入れていっちゃう。はい、はい、出汁が、はい、100g です。出汁 100g、 お酒が 15g、 みりんが 15g、 はい、醤油が 15g、 はい、で砂糖が
15g です。はい、こんな感じでですね、煮詰めていきます。でも結構ね、たっぷりめの出汁入れたんですけど、ちょっと時間、これだいたい今3分半経ったんですけど、沸騰してから柔らかくね、ちょっと粘りが出てきますので、もうちょっとここから詰めてって仕上げますね、焦げないように、はい、で味をこのぐらいになったら味見していきましょう。はい、うん、うまい。もうちょっと詰めて、ではですね、でこのぐらいの地の量になりましたら、これお好みでごま油、あ、ごま油じゃねえよ、ごま、はい、お好みでごまを入れていきます。結構たっぷりに入れてもいいかもしれないですね。はい、それでは茎わかめのきんぴら完成です。はい、それでは完成というか、まだ完成じゃないですね。はい、これでわかめ、掃除したわかめですね。はい、もう簡単なさばき方というか、あの掃除の仕方がお分かりいただけたかと思います。でこちらが茎わかめのきんぴらですね。もうね、掃除した茎も美味しく食べると、体にいいので捨てるとこないです、これわかめ。はい、でこちらのですね、あのわかめはしゃぶしゃぶにしていきたいと思います。はい、それではあのパッと作りましたけど、本当にあのもうノンストップでこれ言ってますんで、ぜひちょっと試せるかと思ったと思うんですけど、わかめのですね、あのわかめの葉っぱの方はあのしゃぶしゃぶでいただきたいと思います。これがね、美味しいんですよ。そのままシンプルで、脇役じゃなくて主役でいきたいと思います。はい、それではいただきます。はい、それではしゃぶしゃぶいきたいと思います。じゃあ、はい、これあのお水だけでもいいと思うんですけど、今日はですね、あえてお出汁を使っております。はい、お出汁にくぐらせていただきたいと思います。こちらですね、この色見ててくださいね。もうこのね、わかめの新物のしゃぶしゃぶのいいところはね、やっぱ色も、色で春を楽しむというのもありだと思いますので、はい、いきまーす。この見てください、この鮮やかな色の変化、こんな綺麗になるんですよ。はい、はい、この柔らかいわかめをですね、ポン酢でいただきたいと思います。でも新物の春わかめいただきたいと思います。ポン酢ですね。はい、それではいただきます。うん、香りがすんごい柔らかいですよ、春なんで。もう口の中で本当に溶けるって言っても、ね、過言じゃないんですよ、この新物のわかめ。いや、うめえな、止まらない。で次はですね、いやちょっとなんとか止まんないな、これうますぎる。これぜひちょっとあのご家庭でやってください。これあの出汁でしゃぶしゃぶするだけ、わかめのしゃぶしゃぶ。うん、うん、うまい。きんぴらをですね、行く前にちょっとこれで口を整えていきたいと思います。乾杯。うめえ。これやっぱ幸せですね、こう春、春を感じてビールを飲む。春といえば今年あれですかね、花見とかちょっとね厳しそうですよね。やっぱちょっとね、あのいつもとまた今年も違う春になりそうですけど、やっぱりこういう、ね、旬なもの食べていきたいですよね。はい、ではそれでは茎わかめのきんぴらいただきたいと思います。うん、うまっ。これはこれは飲める味ですよ。きんぴらとかちょっとね濃いめの味付けかと思いきや、柔らかくて、うん、止まらない甘さ、うまいですね。このこれからですね、どんどんスーパーであのわかめ出てくると思いますので、あの、まあ、カットわかめの乾燥わかめもまあ美味しいんですけど、ちょっとね春を感じるわかめの料理をしてみてはいかがでしょうか。はい、でまたこれからどんどん春のね食材が出てきますので、春の素材の
美味しい料理を皆さんにお届けしていきますので、またよろしくお願いします。で今日はこの辺で、また明日もよろしくお願いします。素敵な一日を。ありがとうございました。